ちょこっと雨が降るよっていう予報もあったので、傘をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、傘使って防水対策をしてしまいますと、周りの方が見えなくなってしまったり、周りの方に当たってしまったりして大変危険になりますので、傘を使っての防水対策はできません。皆様ご協力をお願いいたします。その代わりですね、1着100円でレインポンチョを販売しております。レインポンチョはこちら B の場所、柱 D の場所にある売店が、インフォメーションカウンターの方で1着100円で販売しておりますので、ぜひですね、皆様しっかりとポンチョを着て楽しんでいただければなと思います。まあ、水しぶきがかかるって言ってもって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、本当に帰り道、電車に乗れないぐらいびしゃびしゃになります。電車に乗っていると周りの人から冷たい目で見られるぐらいですね、全身ずぶ濡れになるので、ぜひ前から4列目までにお座りの方はですね、レインポンチョを着ていただいて、このポンチョも着るだけではなくて、しっかりとお尻の下まで通してから座席に座って、パフォーマンス始まる前までには、フードをかぶって、しっかりと紐を結んでいてください。かなりの勢いで水しぶきがかかります。ガシャーってかかるので、フード、ちゃんと閉めてないと、勢いでフードが外れて、フードの中に水が溜まります。それがじわじわと背中に入ってきます。とっても気持ち悪いです。皆様ぜひですね、しっかりと防水対策をお願いいたします。さあ、そして、まあ、とっても皆様にお水をおかけするパフォーマンスなので、お座席の方もですね、びしゃびしゃに濡れてしまいます。なので、パフォーマンス終わった後ですね、すべてのお座席、清掃作業に入らせていただきますので、ちょっとですね、パフォーマンスが終わった後、皆様にはですね、すべてのお座席を開けていただくご協力をお願いしております。さあ、ただ皆様がですね、いっぺんにご移動を開始してしまいますと、この後、番台へ続く通路の方ですね、混雑してしまう恐れがありますので、今回は私の方でグループを4つに開けさせていただきます。では皆さん、まずですね、自分の後ろを振り返っていただいて、Guys, take off your shoes. ブルーと振り向いてください。